朝潮は海上自衛隊の潜水艦。春、潮型潜水艦の7番艦。艦名は朝の潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の白雲型駆逐艦、朝潮、朝潮型駆逐艦、朝潮、朝潮型潜水艦、朝潮に続き4代目にあたる。海上自衛隊最後の累積型潜水艦である。朝潮は、 中期防衛力整備計画に基づく平成4年度計画2500トン型潜水艦8104号艦として、三菱重工業神戸造船所で1992年12月24日に寄港され、1995年7月12日に浸水、1997年3月12日に収益し、第二潜水隊軍第6潜水隊に編入され、横須賀に配備された。 なお浸水前に仙台城で阪神・淡路大震災に遭遇している。2000年3月9日、練習潜水艦に種別変更され、艦籍番号が TSS-3601 に変更。同日付けで新編された潜水艦隊直轄第一練習潜水隊に編入され、呉に転籍する。2001年11月30日。 スウェーデンのコックムス社からのライセンス生産のスターリング式エイプ搭載のための9メートルの完備延長工事を三菱重工業神戸造船所にて開始した。これにより基準排水量は2900トンとなる。2003年11月からスターリングエンジンの試験が行われた。2006年11月20日、サセボに向けクレを出港し、 途中11月21日午前7時30分ごろ宮崎県沖で航行中に震度40メートルまで先行したところ午前9時46分に水側員が近くに船舶を探知する。同49分宮崎県日南市油津港東方約50キロメートルの日向灘で浮上訓練中、下から中国に航行中のパナマ船籍のケミカルタンカースプリング オースターの船底に接触し火事を損傷。第10艦区海上法案本部は、業務上過失往来危険容疑で艦長を、宮崎地方検察庁に、書類送検した等の上院、潜水艦隊司令官の、警護名を言及、注意。2017年2月27日、除籍。最終所属は、潜水艦隊第一練習潜水隊、定警告は五であった。 20年間の管列において地球11周半にあたるおよそ25万マイルを公開した。本館には先進潜水艦技術のテストベッドの役割が与えられ多くの階層が施されている。基本的な設計は同じだが、より高度な自動化装置と主脳を受ける遠隔制御装置の導入により乗員数は71名に減少し、水上排水量が2560トン。 水中排水量が2850トン、全長が78メートルにそれぞれ増大した。また、潜望共遠隔モニター装置を装備、監視ソナはドームが高質プラスティック製となった。本館での運用成績で有効性が確認されたことから平成16年度計画による総流型潜水艦にはスターリングエンジンが標準搭載された。ありがとうございます。